はい、皆さん、今回はですね、ちょっとね、緊急事態です、動画の皆さん。ほら、なんだお前、殴るな、これ、お前。なんだお前、こら。ゴミがうめえって。お前、イベントの時は使ってちゃかいって、いろんな視聴者に言われてた、お前はどこに行った。なんだゴミがうめえって。ゴミ食い虫になり下がったね。そうだね、もうダメですね。やめられない、止まらないって。かっぱえびせんよりやばいです。今日やるゲーム。簡単に言うと、ホームレスシミュレーターですね。マップ見ていきましょう。裏路地シミュレーターで暮らすという感じで、裏の路地でゴミ拾い、高級レストランで最低賃金を受け取り、貧困から抜け出してください。はい、というゲームです。皆さん、ホームレスってわかりますか？ホームのレスなんです。家がないっていう意味ですね、ホームレス。一応ね、まあ世の中にはホームレスという人はね、やっぱ存在します。まあどういう事情があって、ホームレスになったのかわからないんですけれども、今回はそちらをちょっと経験してみようと。ロブロックスの中でホームレスっていうのがどれだけ大変なものなのか。はい。ただ楽して生きてるわけではありません。しっかりと生きていくためには苦労しないといけないということなので、今回はね、ロブロックスでホームレスを経験していこうかなと思います。はい。なので皆さん、まずはね、チャンネル登録と高評価をしてですね、皆さんもよかったらこちらのゲームで遊んでいただけると嬉しい。だから、これ、2年前ぐらいから多分このゲームあるんですよ。1年半とかかな？あるんですけど、人気です。ずーっと安定的にここのマップ人が居続けてるの。なるとやっぱりなんか人気マップには人気なだけの理由が、はい、あると思いますんで、遊んでいきましょう。じゃあ、やっていくよ。右下、バージョン貧困版ね、貧困版 0.92 ね、貧困版って。なんか裕福版もあるのかっていう感じなんですけれども、はい。皆さん、私まず何もしていないんですけど、スティックありますね。この棒を使っておそらく、ここでゴミを集めるんでしょうかね。こんな感じで。ほら、これで多分ね、お金が、ほら、プラスチックゲッチュ。はい。これで、ほら、プラスチックとか、これいろいろ手に入るのか。レアが来たーって何レア。ちなみにレア何レア。バッテリーとか、あ。で、皆さん、多分これで集めたやつを売るんですよ。ほら。すべて売却。うわ、すげえな。めちゃくちゃ種類あるな。はい、売る。売って、はい、0.5 ドルですね。1ドル100円だとすると50円とかだね。伝説来たって何や、伝説って。ワイヤーワイヤーは伝説なんだね。モニターが出てきた。何や、モニターって。えぐーって。なんか、感覚バグってるね。それサイレアだよって。やったね、みんな。モニターだ、モニター。よし、みんな集めよう、集めよう。はい、僕も集めるよ、じゃあ。プラスチックダメだね。レアが欲しいね、みんなね。ダンボールダメだ。こんなんじゃダメ。ダンボールダメだ。全然手に入らない。コンビニ行きたい！行きたいんだって、そう。みんな、お金貯めるよ、お金。ランキングがあるやんって。寄付者リーダーボード。お前なんでさ、これホームレスシミュレーターで2万ロバックス課金ってなんや？お前金持っとるやんけ、お前。なあ。助けてくれてんのか、俺らを。ここがホームレスだってね。全然ホームレスちゃうやんっていう感じですけどね。はい。はい。一旦皆さん、こんな感じで集めていきましょう。まあ、ひたすらゴミ集めて売る作業ですね、一旦は。はい。全然手に入らないです。はい。もう全然手に入らない。ダメですね。ツールがあるって何？ツールって。お金かなんかで購入できるんですか？はい。売ります。はい。トラッシュコレクターに売って、はい。0.4。全然金になりませんね。お話になりません。これ。トルジェネラール。トルジェネラールって何？ああ、ドルジェネラルだ。ドルジェネラル？はい。入りましょう。何これ？発泡スチロールのスティックとかある。これでゴミ集めしやすくなるんだ。で、ツールをアップグレードとか何があるんだと。うわー、テープとか、カセットテープ。そして、マイクロウェーブ。いいね、寿司。高いなーって。はい、2000円とかなんですよ。1ドル100円なんで。まあね、我々からすると2000円かってなるかもしれません。ただね、我々、ホームレスシミュレーター、ホームレスの人間からすると、かなり高いです。宝くじって。宝くじ買います？我々で。ねえ、頑張ってみんなで貯めたお金で宝くじ買うか。お金がない、ジョブなし、問題なし、問題ありだろうが、お前。はい。ほら、いっぱいあるんですけど、まだ買えないですね。あ、銃が売ってる。地元のビジネスを盗みな、銃が320で売ってるよ。宝くじ当たった？何？ 100 円もらったって。宝くじどこで引くの、みんな。宝くじ1ドルだ。今俺いくら持ってる？ 0.96 だ。ちょっと貯めるわ。しょびいな。よし、みんな、一攫千金狙うぞ、宝くじで。猫式いいか？俺たちは今から金持ちになるんだ、いいな。昔を思い出せ。動画班。
日頃に感謝しろ。中学生とかね、猫チキ、グソクムシ、弟、な、にっちゃん。聞いた中学生でしょ？中学生はね、やっぱアルバイトとかできないわけじゃないですか。その中で毎日君たちのお父さんとお母さんが死ぬ気でね、働いて宝くじ持っていかれた、ほら、ナオ君みたいにね、汚い大人は宝くじに使います。はい、そんなことはしません。近くの店で働いてるよって。寿司はね、うん、お年玉少ねえじゃねえお前、ほら。親は頑張ってせっせこ働いてお金を貯めてくれてんの、みんなの生活のためにな。感謝しろお前、親に。ほら、猫チキ。お父さんお母さんにもありがとうって言いなさい。チャットで。あ、お父さんお母さんに一言。ありがとう。お前、何で適当に言ってお前。まあ、ありがたみが分かってないんだよね。本当にね。感謝しなさい。バイトもできない。友達もいない。はーって。どんまい。うん。どんまい。なになおくん。入り長さん、ゴミで料理ができる。え？みんな、ゴミでクッキングだって行こう。はい、ここ。ナウハーリング。なんだこれ。あ、究極の電子レンジ料理本。なんだこれみんな、ダンボール4個でクロワッサンができるぞ。みんな、ダンボール4個持ってくればクロワッサンできるじゃん。なんで、まあ、待ってみんな、豆と、なんだこれ、ミミズみたいな集めればエスカルゴ。なんだこれみんな、すごいぞ。おい、これダメだろこれ。ビーガンステーキって書くなお前。な、お前ビーガンバカにしてるだろこれ。なんだビーガンステーキって。これ延長するだろこのアップ普通に。大丈夫か？いや、やばいな。本当に。これなんだこれ。レストランがあるだって。どこレストラン？これレスト、こっちか。みんな？みんな？あれだ。レストラン行けるわ。こっちから。ほら。動画班？これあれだ。持っていくんだ。うわ、これやばいぞこの店。あのね、みんなここで料理を、倒れてるよ。持っていかないといけないらしい。あー、ほら、ビーガンステーキ。これスパゲッティだ。ゴミで料理してるのを高値で売ってるんですよ。だから、目がいってる。ほら、ね。ゴミを食べてるって気づかないからね。目がいってますよ、これ。ね、ワイちゃん。あ、来た。ワイちゃん。今年もよろしくお願いします。明けおめ、ワイちゃん。彼女は死んでます。いや、生きてるよ、ほら。ワイちゃん。お前、読み込み遅えな。このお化け、マジで。お前、遅すぎだろ、読み込み。お前、どんだけ時間かかっとるんや。ワイちゃん。はい、ペア動けたらまたチャットしてね。ラオウよりも仁王立ちしてるね。じゃあ皆さん、ちょっとお金貯まったんで、買いますか宝くじ。さあ、行くよ。1% で1ドル。あ、負けたー。はい、負けたー。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 はい、全額消えました。はい。8ドルとか貯めてたけど、全額消えました。うん、そんでしかなくて笑った。そう、全部無駄。はい、皆さんまたゴミ集めからやっていくよ。だから、素材を売らずに料理として出すのも可能ってことですね、皆さん。入り長さん、ロバックスって。え？何？このマップでロバックス使うんですか？あ、みんななんか、こっちなんか出れるぞ。はい、裏路地から出ましょう。待って、これ、車。え、寿司引かれてみて。寿司ー！あ、帽子を押してくれだって。道路を飛ぶ、片道。買ってみるか、はい。空を自由に飛びたいな。はい。タケコプターダサいって。あんなこといいな。できたらいいな。あんな夢、こんな夢いっぱいあるけど。あ、だって調べられるぞ。なにこれ。今すぐ盗むのは違法です。だって。え、盗んでいいでしょ、みんな。盗める、盗める。ダメ？ねえ、強盗しよう、強盗。あ、盗めないわ、みんな。隣に移動したのはいいけど。あ、待って、みんな。強盗を始めるってある。お店を強盗したいなら銃を買いに行きなさい、だってみんな。銃があれば強盗できるっぽい。体験手に入るぞ。にっちゃーん！任せる、俺一発で行くわ。あー！みんな、このマップおもろいかもしれんぞ、意外に。ねえ、なんだこのマップはって思ったけど、意外に面白いかもしんないよ。やり込み要素意外にあるんじゃない？なんか人気な理由分かってきたわ。強盗がゴールだん？これそうだよ。うん、強盗して終わり。左のさ、うん。ショップマーク。はい。なんかいっぱいありますね。サンタさんがいるぞってどれ？はい。100ロバックスでサンタのソリを飛ばす。下のすべての農民にプレゼントを落とすことでクリスマス精神を広げます。サンタのだいぶ爆撃機を街の上空に飛ばせます。だって。ちょ、買ってみる？なにこれ？サンタのソリを飛ばす。はい。買ってみるか。はい。じゃ、クリスマスプレゼント。どうぞ。あ、なんか、押すってあるわ。あ、みはははははは！なんやこれ！
え、なんや今の。なあ。お、なんか俺撃沈したんだけど。にっちゃん？にっちゃん？獅子がもげたって。なおくん！う、腕がーって。腕の一本ぐらいくれてやる。はい、猫チキとナオくんの獅子もげましたね、これ。なんだこのマップマジで。え、なんでもありになってるよね、マジでね。ワイちゃん？うん、ワイちゃんもだよ。うん、ワイちゃん動かずもげてるわ。ねえ、おい、ゴミ拾いができなくなったぞって。あのね、やばい、このマップ、マジで。ねえ、なんで獅子がもげるのかがよくわかんないよね。クリスマスの、あれやっただけだよ。これ何があんの、あと。ああ、無線電子レンジ。ああ、電子レンジが使える自動クリック、ヘッドホン。なんかいっぱいありますね。なにこれ、停電。都市の電力を取り除くことで暴動を引き起こします。プレイヤーが互いにパーチし、いくつかの NPCS を撃つことができます。停電だって停電。あ、今は無理なんだ。なんか夜の時間にあったら停電起こせるって書いてる。はい、まあまあいいでしょう。一旦まあお金貯めていきましょう。ちょっと地道にね。ちょっと作業していきますね。他のアイテム欲しいもんね。はい、ナオくんは何かに引っ張られてるみたいです。ジャンプすると。はい。ほら、どっか行ったわ、ナオくん。今消えたね、あいつね。でもね、みんな、実際ね、一言じゃないんですよ。僕今、YouTube やってます。いわば、広告収入で生きています。広告収入何かっていうと、まあ、Google から再生数とかに応じて、お金をね、もらってるわけですよ、広告収入。じゃあ問題は、じゃあ Google が、はい、YouTube 収益化消しまーすって言った瞬間、終わりです、僕。もうね、生きていきません。っていう感じで、ちょっとね、Google に握らされてるんですよ、本当に。じいじ、そうなんですよ。だから、どうなるかわかんないんだよね。でもみんなどうする？実際。じゃあさ、みんなこれからさ、将来ね、仕事するわけじゃん。仕事します。いきなり仕事なくなって、家から出ていけって言われて、ホームレスになったらどうする？みんな。どうやって生きていく？実際こんなね、ゴミ集めしてお金稼げるほど甘い世界じゃないよ。死ぬしかない。いやいや、生きないってやっぱ、頑張って生きるってなった時に。どうするかだよね。万引き家族、なんか映画であったよね、なんかね。ドラマだっけ？なんか万引き家族の話見た気がするね、なんかね。どうするんだろう、実際。どうやって生きていけばいいんだろうね。ちょっと調べるか。なんか金もらえんじゃないのって。例えば、失業手当とかもらえますね。あの、仕事がなくなったら。調べました、皆さん。比較的若いホームレスが自転車を使って目いっぱい1日働いて3000円が限度。1kg を100円として 30kg。はい。1日 30kg の空き缶を集めるのはすごい。空き缶を1日働き続けて3000円らしい。若い子が死ぬほど働いてそのぐらいらしい。しかも皆さん、空き缶に関してはスチール製とアルミ製の2種類があるから、頑張ってアルミ製だけを選別して集めないといけないらしい。だから、ゴミ箱に手を突っ込んで、一個一個調べて、これはアルミ製だ、スチール製だで、アルミ製だけが売れるらしい。それを頑張って一日稼ぎ続けて3000円らしい。やばいよね。このなんかサイトの人は、池袋から上野まで13時間かけて歩いて空き缶集めて500円だって。はい、やばいですね。この世界観だって。すごいな。いや、マジで。だから、そんな甘くないぞ。まあ、ホームレスになったから自由気ままに生活できるのかなって思いきや、まあ、実際めちゃくちゃ働いてると。外を歩き続けて、こういうゴミを漁って、ね、スチール製とアルミ製分けてやらないといけないと。はい、いうことなので皆さん、なるべくね、ちゃんと、まあ、頑張ってお仕事しましょうと。はい、好きでホームレスになるのやめた方がいいわけですね。はい。だから、それが皆さん、勉強できるゲームなんですよ。これは。いいですか？頑張って勉強してください、皆さん。明日は我が身という言葉があります。はい。いつ我々がこういう風になるのか分かりません、実際ね。でもさ、俺みんな、俺強盗したい。あの、言ってる意味はみんなやばいから、俺言ってること。あの、強盗したいんだよね、俺。そう、みんな頑張ってお金貯めない？銃買わないといけない。しょっぺり200円ぐらいだったよね。犯罪者だろうが。まあさ、犯罪者だけどね、確かに言ってることはね。5ドルでバット、バットでどうする？いける？皆さん、確かね、5ドルで買えるんで、ちょっと強盗してみますか、バットで。よし、行くぞ、ヒョワセ、こっち来い。さーて、強盗しちゃおっかな。えいえいえい。まあ、ちょうどいいじゃん、みんな、ピエロだし。もうピエロの仮面かぶってるからちょうどいいじゃん。いいよって。ちょうどいいじゃん。ヒョワセ、あそこだ。あの先にいる。みんな、バットを持て。よし、ヒョワセ行ってこい、まず。ヒョワセ、まず視察に行ってこい。確認だ、行け。ヒョワセ、はい、任せろじゃなかったね、全然ね。うん、行けねえわ。はい、空を自由に飛びたいな。はい。
タケコプターって。はい。え、ラドンとナオくん来れる？あの、ひょわせ即死したけど。ナオくん！ラドン！ダメだったね、ナオくんね。諦めろ。お前ら無理だよ、多分。終わってて腐って。あの、難易度終わってる、ここ。ごとだ。あの、みんな、無理かも。あの、銃を買いに行きなさいって言われてる。ね。え、ダメなの？バットじゃ。え、バットじゃ強盗できない？みんな。弱って。あ、無理だ。銃がないとダメらしいですね。だから今回の動画は無理なのか？逆にさ、バットが使える場所ってどこなの？マジで。あー、なんかあれからここでみんな停電か？ブラックアウト。これが多分バトルになるのかな？買ってみるか、じゃあ。はい、買った。みんなブラックアウト買ったよ。なんかこれでなんか殴り合いができるみたいな感じらしいけど、どう？みんなできる？あ、殴れる殴れる、ほら。ほら、みんな殴れるよ、ほら。これなんかお金盗めたりするんかな？わかんないけど。底辺の争いって、ほら、こんな感じで。醜いって。醜いね。マジで醜い争いだね。金をよこせ！ 1 ドルでもよこせ、金を。糸田どこ行くの？オッケー。はい、金ゲット。寿司。やるか、お前。金よこせ、こら、寿司。お前。少しでもよこせ、金を。いつまでそのフォーマナス集らしてんの？お前、金ゲッチ。世紀末って。あの、なんか、北斗の剣の世界観だよね、マジでね。世界観北斗の剣だもんね。やらなきゃやられるって。負の連鎖じゃん。殴るんだもん、寿司、お前。突っかかってくんだ、寿司、お前。何回くんねん、お前。ストップ、ストップ、みんなも。殴ってる場合じゃねえよ、これ。いつまで続けんねん、これ、マジで。ゴミしか手に入らんてって。結局さ、金もそんな手に入ってないんだよね。うわー、こういうアイテム買いたいけどな、買えないんだよね。てか、何？ポコってコマンド何？靴下を置くだって。何？靴下置いたら。なんか時間が出てくるっぽいよ。砂糖とポテトチップスがもらえるってこと？あー、ランダムでバフ。あー、なんかもらえるってことね、靴下と交換で。あー、なんかくれるらしいわ。靴下って。あ、兄ちゃん手に入れた？一応こっち置いて、こっち。ここ。ここで置いてみて。じゃあ、兄ちゃんちょっと置いてもらおうか。あ、ちなみにコマンダーはそれで待機して、はい。レッドウール。30秒間プラス 10% ジャンプがもらえたらしいです。いららって。なんなんだ、マジでこのゲーム。よくわかんねえな。レンジって意味があるのかなって。電子レンジって何に使うんだろう。なんか、この裏路地電気は通ってるんだね。確かに。何回っとんねん、こら。お前、なんで寿司が電子レンジで回ってんだ、お前。お前、はい、皆さん。ダイオウグソクムシが、電子レンジの中に入ってます。ずっとこれ回ってたいね。そうだね。ほら、見て。はい。ダイオウグソクムシが電子レンジの中に入ると、こういう風になるみたいですよ。だからずーっとくるくる回ってるとこ、ダイオウグソクムシ、これ。飾りやん。なんか、飾りみたいな感じになってんぞ、これ。マスコットです。そうか。はい。新しいマスコット、ダイオウグソクムシ続かせたリリナーさんですね、皆さん。はい、まさに回転寿司でございます。はい、くる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 ひたすら回ってます。もう今日の動画これでいいわ、みんな。ほら、で、手もくるくる回ってます、ほら。手もくる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 回しております、ダイオウグソクムシさん。はい。皆さん、これは尺稼ぎです。はい、頑張って動画を20分以上にしたいっていうね、試みから、頑張って、ダイオウグソクムシさんに今頑張ってもらってますね。はい、ひたすらくる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 。頑張って、回転寿司。寿司は偉いぞってそうだよ。はい、寿司ボデーさんで3、40秒間尺を稼いでます。素晴らしい。頑張って20分の動画にしようという試みがありますね。で、コマンダーどうした？って。寿司ずっとお前今日回っとけお前。だいぶ待っとけお前ずっと今日。はい、なんかコマンダーがまたなんか当たったみたいですね。何これ？使用済みチート。使用済みチートって？ついにやったかって。まさかコマさんが、ソニックハブね。手出してて腐って。なや、使用済みチートって。あれ？兄ちゃんどうした？えぐい楽しい。使ってないですかね、皆さん。あれ、今、編集で入ってます、真ん中に。あの、動画班はチートを使用していませんって。ロブロックスが落ちて靴下消えた。集め直しです。靴下ぐらい集まるよ、兄ちゃん。また一からやれば大丈夫だよ、大丈夫。もう一回一から集め直して、じゃあ。俺の履いてるやつあるけど、セクハラすんな。お前、兄ちゃんまだ慣れてねえんだから。お前、ニットにセクハラすんな、お前。はい、ということなんで、よかったら皆さん、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。以上、ホームレスシミュレーターでした。お疲れ様です。